れ様です。はい、今日は、代表と伊藤ちゃんと渡辺くんが昨日の動画で言ってた通り3人で上杉翔さんのライブに行っているので、今日は初ソロの動画ということで一人で寂しく YouTube を送らせていただきます。はい、今日のテーマは、3人がライブに行ってるので、私が今まで行ったライブで楽しかったライブと今後行ってみたいなっていうライブを話したいなと思ってます。で、今まで行ったライブで、小中高は結構普通の、いわゆるジャニーズさんとか、あとエグザイル系 LDH さんのライブとか、母が LDH さんすごい好きなので、そういう大手のライブしか行ったことなくて、そういうライブって意外と女性の方が多くて、結構可愛い格好した女の子たちが、ライブの時はこうキャーキャー言ったりとか、あとこうペンライト振ったりして楽しんでるっていうライブが、私の中では今までが普通、それが普通っていうか、それがライブっていう感じだったんですけど、高校1年生の時に初めて、友達が地下アイドルをすごい好きで、高校1年生の時に初めて一緒にそのライブについて行ったんですよ。そしたら、すごいそのライブを楽しんでるファンの人たちがすごい独特な楽しみ方っていうんですかね、なんかその地下アイドル好きな方たちって、結構楽しみ方がその人それぞれで、例えばこうアイドルの子たちが歌ってる時に、女性のファンも男性のファンも、後ろの方でおたげしてたりとか、あと、ペンライト普通に女の子の方は振ってる人も多いんですけど、その他にもこうオタクのガチ恋工場っていうのがあって、こう曲中にこうその工場を叫ぶとか、そういうの AKB さんとかもあると思うんですけど、そういう工場を叫んだりとか、あとこうライブ中にこうケチャって言って、こういう風に手振りをしたりとか、あとモッシュって言ってこうオタクの人たちが体をぶつけ合ってもう楽しむ、いわゆるもうなんか運動会状態、動物園状態っていうんですかね。いい意味でこう皆さんそれぞれの楽しみ方をしてて、私それに衝撃を受けて、あ、こんなライブの楽しみ方もあるんだなと思って、結構電波組さんとか、あとそうですね、新潟のアイドルさんとか、多分マイナーなアイドルさんは私が好きなので言っても分かる方が少ないかもしれないんですけど、そういうライブによく行くようになりました。で、高校生の時は、土日は暇な日が多かったので、バイトがない暇な時とかはもう毎週、ゴールデンピックスさん新潟のライブハウスとかに行って、ライブを土日一人でいつも楽しんで行ってました。で、今後行きたいライブなんですけど、いろいろそうですね、フジロックとか、あと新潟の新潟レインボーロックですかね、新潟で主催してるそういう音楽フェスティバルなんですけど、それも私一回行ったことあって、それもすごい楽しかったんですけど、私そういうバンドさんのライブ、バンドとかアイドルとかいろいろ出てるんですけど、そういうなんか野外ライブに行くのがその時初めてで、なんか楽しみ方っていうかスケジュールの組み方があんまりわからなかったんですよね。で、それで、なんかこうスケジュールを全然組まないで当日行って、で、その新潟の虹ロックは、新潟の人はわかると思うんですけど、なんかバンダイとかちょっとバンダイから離れた古町っていう町で、そこら辺にいろいろ各自ステージっていうかライブハウスとかがあるんですけど、見たいこうアーティストさんのスケジュールを調べてその場所まで移動しなきゃいけないんですけど、その移動時間に取られてすごい見たいアーティストさんを全然見ることが初めての時はできなくて、だから結構
まあ、自分が見たいアーティストさんは結局 2,3 組ぐらいしか見れなかったんですよね。でニジロックさんって結構あ、まあ、ニジロックのイベントは割と何十組も出てたんですけど、スケジュール組むのが下手すぎて 2,3 組しかその時見ることができなくて、まあ、一番見たかったあのビッシュさんっていうアイドルがいるんですけど、その方のライブはなんとか間に合って見ることができたんですけど、スケジュール組むのが下手すぎて全く見れなかったので、次はスケジュールをちゃんと組んで余裕持って楽しみたいなっていうのがありますね。ですごい夏だったんで暑くて、私暑いのが苦手だからもう暑さで全然集中できなかったんで、せっかくビッシュさんを見れたんですけど、もう頭に全然入ってこなくて、まあ、だから次はこう余裕を持って楽しめたらなっていうことで、まあ虹ロックも行きたいなっていうのもあります。まあコロナがいつ収束するかわからないんですけど、まあ、コロナが収まったら、まあ、行きたいなって思ってます。はい、今日は、日曜日で今週のラスト営業だったんですけど、まあ月曜日定休日でお休みをいただいて、火曜日からまた元気よく頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は一人で撮ってみたんですけど、ちょっと何言ってるかわからない状態でしたけどぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあお疲れ様でした。